クソノーベル。過ごしていきたいと思います。それじゃあ行くよ、ニューゲーム。やーあれやーあれやーあれなんで反応しないの、こっちこっちなんで、あ、ハロルド、これ名前さ変えられるんだよね、変えてきます。わわわ、今回もあれかな、全部ボイスありなのかな。というわけでですね、全然名前が思い浮かばなかったので、もう日本人に典型的ある名前代表作ですね、山田太郎にしました。この山田太郎がね、どういった冒険を繰り広げるのか今から楽しみですな。じゃあ山田太郎、行くぞ。パチッ左キーを押すとセーブができる画期的な謎仕様だよ。イベント中もセーブできるから安心してね、優秀だな。左キーこれ、はい。え、セーブやはりに決まってんじゃねえか。左。あれ、セーブできないよ。セーブ。あ行くなーい。ちょっと待って、いきなり、いきなり。なに、山田太郎もCVついてんの？そう言って、食パンを加えながら、勢いよく家を出す。声が、残りでもいる。高校2年生なんだ。あ、中学生じゃないのね。男子高校生なのね。かっこ、かっこ、かっこまで言ってるし。今は、入学式へ向けて。待って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 、高校2年生なのになんで入学式行くの？あれか、先輩としてってことなのか？そういうことだな。私何があったの？どうしたの？いたーい。棒読み。いたたたた。誰だ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 。なんか魔術師映画みたい。ごめん、あの、かわいいって言ってるけど、モザイクかかってますよ。モザイクかかってんの、かわいい。怪我とかしてないかな。コングレードメル、あちし、安藤たきみじゃねえだよ。安藤たきみっていうの、へぇ。理解。理解。こうして、男の中の男、男の中の男、主人公の、ドタバタ青春劇。山田太郎はな、さすがにそうだもんな。はい、というわけで、山田太郎のドタバタ青春劇が始まったんだって。で？さて、待って、3回目の入学式も終わったことだし。待って、ちょっと待ってね。ちょっと待ってね、突っ込ませて。3回目の入学式ってどういうことでしょうか？今ね、2回、うん？ 2 回？え？入学式、高2で受けて、3回目の入学式？ごめん、わかんないわ。どれにする？ちょっと待って、私選べんの？クラスのマドンナ、花香ちゃん、よしこ、噂の転校生。なにこれ？なにこの選択肢？私、噂の転校生でしょ。まだその選択肢はなんだよ、なんだよ、ダメなの、どれにする、ダメなの。じゃあよしこにしよう。こっち、なにこいつ、中の上ぐらい、中の上ぐらいなの、わかんない。よしこにしますか。どれにする、クラスのマドンナ花香ちゃんは、こっち、めっちゃ美人やん、一番可愛い。お前よしこと全然違うじゃん。クラスのマドンナ、これ花香ちゃんでしょう。うざくな、怒られたんだけど。待って、花香ちゃんがどういうこと、なって、待って、なんでノベルゲーなのにこれ戦うことになってんの、戦えばいいの、あ、はぁ、あ、攻撃できんの、なんかさ、ボス戦になってるんだけど、攻撃すんのミスなんだけど、ニューカリアって何、魔術セイドの道は、やばいやばい、待って、あぁ、戦いに敗れた、どういうこと、うわぁ、これで何、ゲームオーバー、ユーアー、なんでだよ、なんで死ぬんだよ、という夢を見たんだ。あ、なるほどね、夢を見たのね。どれにする、じゃあヨシコちゃん、ヨシコしかないじゃん、中の城ぐらいだわ。これ中の城ぐらいなのか、わかんないけど、俺と付き合え、なんていうの、レッツラ交際。これは可愛いけどな、レッツラ交際。こうして二人はまあなんかいい感じに、はい、学内のイベントを勝負、待って待って、早い早い、私何にもしないのになんで勝手に怒ったの、私何もしてないんですよ、皆さん、何もしてないのになんで先に進むの、はい、という夢を見たんだ、うん、ごめん、夢いっぱいだね、どれにする、噂の転校生じゃん、よし、
噂の転校生。あ、噂の転校生、これから来るのね、だからか。私立あー、なんだかき高校から置いてました。あれ、安藤武美さんってあれじゃん。安藤武美さんだ。最初のやつじゃん。え、もしかして。お前かお前か趣味は星を見ること。星を見ることってどっかのニコニコ動画のロゼッタの人が言ってたよ。趣味は星を見ることって言ってたよ。さっき安藤武美さん。待って、3回目の入学式なの。はぁ、あ、あ、もうはいしかないよ。はいしかねえよ。俺とお前で二人だけのサウンドバレー。ごめん、サウンドの前って何。はぁーく。よっしゃ、早速いきなり初デート。山田太郎と安藤武美が付き合うことになりましたけど。はぁ、展開早くない。どこ行く。あ、選べんの。あ、え、何これ、スモグリって普通に行きたいんだけど。システムエラー、その候補はまだ選択できません。ダメなのかよ。どうしようかな。カラオケ、映画館、じゃあカラオケでいいんじゃない。あっち、歌は苦手よ。ダメなの、もうずっと笑ってる。オンチってことね。オンチなの。あ、そう、可愛いわね、ヌカピピ、可愛いわ。サブスクリプション、あ、あとタケミさんだったね。え、何、サブスクリプションの動画サイトでよくね。なんだよ、じゃあスモグリしかできないじゃねえかよ。漁業権取得して生ガキでも取りに行こう。あの、初デートで素潜りだった人って誰かいます。バシーン。何がバシーン。キャッ、すまずいちゃった。かわいいな。何この倒れ方。空中で倒れてるし、え、空中で倒れてんだけど。いけねえ、ラッキーステベル。ちょっと。もう主人公くんたら。しかも主人公くんたらなのね。まあええわ。んじゃ、俺んちでちょっと休んでこうか。スモグリ行く前に結局休んでくの。ほーくん。結局スモグリじゃなくて部屋デートかよ。そしてなんやかんやで卒業式。あの、え、思えばいろいろあったな。はい、早い、何もしてないよ。家に行ってそのまま終わったよ。他にデートしてないの。ねえ、ちょっと学校よう、主人公の親友的なポジションのやつ。ねえ、親友めっちゃごっついんだけど。その天末が。しかもこの人あれやな、フルボイスに出てきてなかった。せやな。せやな。よっしゃ、運命の人。運命の人。通称デスティニーパーソンが待ってる。そうだね、デスティニーパーソン間違ってないな。行こうも。英語でそう言うわな。で、何？運命な人と出会って帰るの？は？え？待って、卒業式で運命の人と出会って帰るの？え？あら、まだいない。じゃあ、帰ろうぜ。さあ、鬼が出るか、蛇が出るか。何が出るんでしょうね。え、ここで高鳴ります？安藤武美ちゃん来ないかな、ワンちゃんね。来て来て。誰？ごめん。誰？武美ちゃんなんか変わってない？全然だぜ。しかもたけみちゃん、ちょっとシャツの下でなんか出てますけど、おしゃれなの？それおしゃれなの？それにしてもお前、この3年間の間にそうだよ、声も変わったな。ああ主人公と同じ声じゃねえかよ。よし、女の子って声変わりするもんなの？え、こうして2人はまあなんかいい感じに、あの、よしみと全く同じこと言ってるけど、ありがちな青春時代を謳歌したわけ。はい、あの、よしみと同じこと言ってるよ。何、遠距離恋愛になっちゃったの？なし崩し的に。待って、破局したの？おひたし。待って、え、別れたの？おひたしじゃねえよ。おひたしじゃねえよ。なんで破局したんだよ。このノベルゲーのクソノベルの意味って何よ。え？まさかこれで終わりじゃないよね。BGM。嘘だろ。嘘だろ。SE ノバシンドローム様、ぬかつけたりつなの。これで終わりなの？グラフィック気まぐれアッパー様。これで終わりなの？としあき金山様。3年間で女の子が声変わりするっていうこととおしゃれが変わるっていうことが分かったけど、何、遠距離恋愛になって結局破局してんじゃねえかよ。プラグイン、ヤンフライ様、クランボン様、相変わらずいい声してんな。宇宙人様、トリアコンタン様、ツタボリクイナ様、このね、あの、たっぷりのね、わかります？キャスト、主人公、ムカツキタリマン、山田太郎、ヨシコは
安藤たけみ、ぬかつけパリピマン、ぬかつけパリピマン、おい、クラスのマドンナ、はなかちゃん、1号、あ、1号ぬかつけパリピマン、1号さんが、そう、かわいい声だったよね。ぬかつけパリピマンさん以外、主人公の親友的なポジションに、初めてじゃない、ぬかつけパリピマン、先生、ぬかつけパリピマン、天の声、ね、ぬかつけパリピマンがダッシュした大量発生してますけど、制作ツール、RPG スクール、MV 一瞬で終わったけどな、あれなんか海行ってる、あ、結局素潜りデート行ったのね、作った人、ぬかつけパリピマン、これってあれじゃない、あの、どっか、どっかいろんなとこデートしたんかい、アルティメットありがてえ全員なのねありがとうえ、で？で？クソノベル、ラブロマンスよ、永遠に永遠に破局したけどな、おしまい全員出てきて終わったよ、一瞬で終わったよビブラート綺麗だな